へぇ、一番美味しかったのはやっぱり定番にしたいかなぐらいの。はい、ということで今回はねケンタウロスさん本店1号店みたいな、はぁ、すごい。これがじゃあメインの直売価格でちょっとお安くなるほど、あ、安い。赤ピロ200円、白ピロ、カレーピロ、チーズピロ、明太ピロ、こんな安くて大丈夫なんていうぐらい。じゃあ裏京都の工場空いてる感じ？空いてます。あ、ちょっとじゃあ中見たいよね。工場ちょっとね、そう見ていいですか？はい、大丈夫です。やった、はい。大変ですね、全部服着て。ねえ、ほんまに。やっぱもうその辺はすごい徹底してるんですか？まず、この光触媒、これはもうコロナのウイルスを除菌するっていうことがもう実験で出てる。何光触媒？まあ、例えば太陽光、今では蛍光灯によって部屋の中がずっと除菌されるっていう。なるほど。あ、じゃあもうなんか壁とかに埋め込まれてる。もうそうです、壁とかに全部湿布されて。じゃあもうずっと除菌されてる。ずっと除菌されてる。そういうことか。徹底してる。じゃあ早速ちょっと見ていきたいな。はい、じゃあお願いいたします。はい、じゃあさ、色式の具材それぞれさ買ってきたよ。3品ずつ買ってきました。アレちゃんからちょっと紹介して。そうね、じゃあ1番目はじゃじゃーん、蕎麦飯。2個目はシーチキンマヨ、キノコで、今回はなんていうの、味付け何にしようかなと思って、なんかアヒージョを見つけたから、ちょっと味付けとして振りかけてそのまま入れようかな。と、このアボカドありとなしで。これはな、もう自分が好きなものを選びました。好きなもの、佐藤のご飯とゆかり。これうまいな。もうこれで生きていけんねん。で、もう一つ大好きなのが金の粒の。何そのなんか外人っぽいのをなんか出して、何をやってんねん。で、最悪ちょっと米混ぜてもいいかなと思ってる。納豆ご飯を色付きにしちゃうの。で、あとはデザート用意。あー、甘いの持ってきた。これ大好きやな、おはぎ。じゃあちょっと早速作っていこうか。はい、はい、行きましょう。家庭科を思い出す。これはでもちょっと持ってきたのか。こっちはキノコか。一心不乱に納豆を混ぜるロシア人。納豆はな、いっぱい混ぜた方が美味しい。いい香りしてきた。ゆかり。ゆかり。おお。あ、いい匂いする、これマジで。ほんまにいい匂いする。ね。広げて、広げてみます。あ、くすごい。やると、うん、めっちゃ下手くそ。ちょっと待って、なんか全然丸くなれない。アレちゃん伸ばせたの？伸ばせた。そうそう、なんとか。めっちゃたっぷり。上手。すごい。うまい。早っ。こんなに綺麗に最後ここで。真ん中に集めてきて。あ、でも。すごい。あ、いけたかな。あ、いけたんちゃう？おお、うまい。なるほど、なるほど。おお、結構強くですか？もっと伸ばした方が。不器用なんですよ。こんなもんですか？うん、はい。で、これ上下、うん、上下、上から行って下から行って、で横から、はい、めっちゃうまいやん。うまくないよ、普通できてるやん。あ、
出てきて救助します、救助します、救助します。なんでやん。救助されました。すごいわ、すごい早いわ。もう地で終わりとか言いながらも笑いながらやってるけど、でなんこれあの電子発酵機っていうやつらしいんだけど、最初に生地を発酵させて、で具材を入れて、でもう一回、まあ、20分とかそのぐらい発酵するらしい。で今発酵中、今作ったやつ、これがさっき今作ったやつ、そうそうそう、自分が包んでやったやつ。なるほど。ちょっと今から開けるということで、はい、いいよいいよ。おえ、どんくらい揚げるんですかこれ。3分間。キリーン。わー、うん、おー、はい、すごい。まあそんなこんなでできました。イエーイ。めっちゃ大量に作ったって今改めて、ね、すごい。じゃあ早速、はい、ちょっと切って、はい、食べていこうかなと。食コーナー、これめっちゃ楽しみ。ではシソいきたい、シソ、はい、さあ、おー、どうですか、映え、映えだよね、これ。あ、香りめっちゃシソ。いただきます。美味しいけど、おにぎりを食べてるか。続いてこれ、アレちゃんのキノコ。お、あ、あ、日本人。うまい。これはでもちょっと商品化への道が本当、うん、おー、すごい。じゃあ次、じゃあ次何行きますか。そば飯から順番に食べていきましょうか。はい、いただきます。焼きそばパンですね。じゃあ次、はい、新チキン行ってみたいな。はい、新チキン俺いけると思うんだけど、美味しいと思うんだよな。あ、お、好き。うん、いける。めっちゃ好きな。クリームいってる。クリームだよ。じゃあ次、納豆いってみようかな。納豆、はい。匂いはすっごい。下なんか、豆が、感情が欲しいな。俺は好きやけど、もっと塩っぽさが欲しいかなと思った。だから、あの、だし醤油をちょっと混ぜたら、もうちょっと、え、でも、うん、いいよ。あり、あり。じゃあ、アボカド。アボカド。新チキンも入ってるかな。アボカド、邪魔。青いなって感じ。じゃあ、最後、はい、おはぎ、はい、ちょっと、これ分からない、これ楽しみ、これ楽しみよ。いただきます。いただきます。思ったよりは、いまいち。あ、やっぱり美味しいね、だけど変な期待をしてしまって。そう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 、このめっちゃうまいかなと思った。そう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 、新チキンがうますぎて。シーチキン、シーチキン優勝やわ。これはね、シーチキンと納豆でも結構、あ、納豆でも結構あるやった、うん、結構キノコも人気ではあって、キノコは改良したら商品化の道はあるかもしれない。全体的にうまかった。これはないわっていうのがなくて、うんうん、中川さん、どうですか今日の、これいけるかもっていう。一番美味しかったのはやっぱりシーチキン。これはもう同意、うん、シーチキンは驚くべきうまさだ、うん、キノコと納豆ご飯もちょっと改良すれば、そっかそっか、ちょっと変わり種の例えば限定とか、うんうんうん、シーチキンだけはちょっと定番にしたいかなぐらいの。そうよね、これなんか流行る気がしてて、シーチキンはもういけるね。日本できてよかった。ケンタウロスさんのホームページとかね、概要欄に載せとくんで、なんかね、東京とか他の地方とかでも百貨店とかで定期的に違うところで売って回ってるらしいので、ぜひね、なんかチェックしてみてください。どこであるか、ヒロシキーズイチオシケンタウロスさんです。
どうぞご覧ください。中川さん、ありがとうございました。今日はありがとうございました。すごい楽しかった。